ははい皆さんこんこにちは教育のと申します今回はですね新卒の先生や入社2年目3年目の若手の先生に向けて動画を発信しております、まあ、4年目以降の先生ですとか教師長の先生であるとか地域の責任者の先生はまあこれぐらいの内容だったら分かってるよっていう人が多いかなと思うので見なくてもいいかなと思うんですけれども見てくれるんであれば嬉しいんで是非見ていってください 今日のテーマ何かと言いますと無謀な受験をする生徒をちょっと食い止めようっていう話題なんですね。で、これですね、無謀な受験をする生徒をですね、冬に説得してもね、いいこと聞かないんですよ。 だから、夏から対策を打っておかないと大変なことになるんで、少しずつ今から意識をし始めて、7月、8月、9月ぐらいまでに完了できたらいいんじゃないかなという内容をやっていきたいというふうに思っています、まあ、無謀な、ね、受験をする生徒っていうのはです、ね、まあ、全体の1割から2割いないぐらいだと思うんですけれども、まあ、必ずいるわけですね、逆に。ゼロじゃないいんんですよ必ずいるんですすよよ必ずるね でそういう生徒はやっぱり個別で指導することが必要だったりしますで今日の内容を使っっててしいいいかなという,ふうに思っています実力不相応な無謀な受験をする生徒って一体何が原因かっていうとこれなんですね。 プライドなんですよ。僕は大学受験の指導をしていたので例えばこのプライドがどういうところで起きるかっていうとそもそも国語も英語も社会も怪しくて数学全くできないのにもかかわらず国公立を志望しているとかまあ平日40で早期に行きたいって言ってるとかそういうことですねまあもちろん絶対100%受からないと言い切れないけれどもかなり無謀な受験だというふうに思います。 もちろんですよ、高校1年生とか2年生とかが言うんだったらいいんですけどこれがね高3だったりするから困るんですねなので今日のターゲットは高3と中3っていうふうに考えてくださいちょっと大学受験のメインに話を進めていきますけども全然普通に中3にも応用できる話だったりするんで聞いてくれればいいかなというふうに思います 中3や高3がです、ねまあ、何がどう転んでも受かる見込みのない難関大学、もしくは難関高校を志望している場合、こういうふうに僕は夏、言います、第1志望がどこでも構わないと、それは別にどこでもいいと、自由に決めていいんだけれども、必ず模試的な感じで、2つから3つは A 判定、B 判定出ているところを必ず受けてもらうからと。 これは第一志望に受かるための作戦の一つなんだっていうふうに言うんですね。で、夏から複数の受験校っていうのを意識させます。その次にこういうふうに言います。君たちはね、小テストだとあんまり点数が良くなくてできなくてもね、自分の弱点をね、あまり意識しないわけ。 でも模試を受けるとあ自分ってこの単元できてなかったなとかこのジャンルできてなかったなっていうのをね強烈に意識するねだから第一志望よりも先にある私立の高校もしくは大学を必ず受けてもらうから最後の最後に弱点を見つけて穴埋めをして第一志望に受かってもらうからねっていうふうな感じでいいわけですね。 こうやっていうことによってああなるほど第一志望の前に手術をちゃんと受けておかないとダメなんだなっていうふうに思わせることができるんですねそうすると不運にもめないための一手になるわけなんですね、はい、ではですね無謀な受験をする生徒に対してまず1つ目夏から先手を打っておくとああそういうもんなんだっていうふうに聞き入れてもらいやすいんですね例えば冬に3個を受けろって言っても嫌です 1>, 1個しか受けませんみたいなことを言い出すわけです。でもう夏から3個受けようね、3個受けようね、3個受けようねって夏、帰国の毎週毎週毎週言ってれば、ああ、3個受けるのは当たり前なんだっていうふうになってくれるんで、第1志望プラス滑り止め2個受けてくれるみたいな、そういう感じになります。そして2つ目、えーと、受験を模試みたいな感じで使ってね、そして弱点の認識として使ってねっていうふうに、 俺夏休みに言ったよねっていうふうに強気でいけるんですよそうすると先出しをしをているからこっなのであそういえば先生夏休みそういうこと言ってたなっていうふうに思い出してはい分かりましたっていうふうになりやすいだなんですねここまでやっても言うこと聞かなそうな人に関しては親も呼び出して面談をして夏の時点で必ず ここの学校と滑り止めでここを必ず受けてくださいねっていうふうに言っておくと不合格クレームっていうのも限りなく減ります不合格クレームはどこの塾も0にはなりません必ず1は来ますが少なくすることは可能って感じですねでもちろんなんですけど、まあ、受からないだろうが第一志と自体は受けても全然構いませんたまにね奇跡で受かる方がいますんでそういうふうにやってください ははいででまとめですね第1志望はもちろん受けさせつつなんだけれども学力相応の滑り止めをしっかりと拾っていくっていうのが、えー、今回の趣旨なわけなんですね。それの言い方を変えたバージョンがこんな感じだよっていうことなんです。滑り止めも受けようねっていうんじゃなくて私立を2個受けるのが作戦なんだと弱点を克服できるんだと。 えー、もしみたいな感じで受けて、慣れが出てくるんだと、っていうような言い方をしたわけですね。で、第一志望がダメだったら、浪人するかどうかっていうのは、受験結果がすべて出てからの話であって、心変わりして、どたんばれすベり止めに行くっていう子もいるわけですよ、僕は大学受験を指導してきたんで、そういう子もいました。だから、浪人するから全落ち OK みたいな子どもの話をうなみにするのは非常に危険です、注意してください。 まあもし親がね、はっきりと、いや、あのここよりも下だった場合は、浪人させますし、塾に迷惑かけませんので、ここから上しか受けませんとかって言うんだったら、それは別に構いません。親も OK、子も OK って言ったんだったら、それはしょうがないでしょうという感じになります。でもこれを冬にやるんじゃなくて、夏にやってほしいんですね。夏からやった方が、相手にきちんと受験校を受けてもらいやすいというのが、今回の話のまとめと。 とということになりますでは、えー、まだね、1年目、2年目、3年目の方、少し難しい内容だったかもしれませんし、特に1年目の方はイメージが湧かないかもしれないんですけども、やっておいてください。よろしくお願いします。では、参考になりました方は、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。